中国の国国の会にあたる全国人民代表大会がきょう開幕します。人事や経済成長率の目標が発表され国防予算なども明らかになる見通しです。開幕する全人代では、 習近平国家主席に次ぐ序列2位となる李強氏が新たに首相に就くことが確実視されています。また、去年5.5%前後だった経済成長率の目標がどうなるかも注目されます。事前の会見ではアメリカによる制裁を牽制する一方、ヨーロッパに対しては戦略的な相違がないとして投資の拡大などを呼びかけました。 また毎年増額される国防予算についても注目されます。